毎度自作ロットのひろぼうです。今回はバンブーロットに合うバンブーグリップを作ってみたいと思います。それでは皆さんよろしくお願いします。出来上がりのイメージはあるんですけども、まだぼやっとしているので作りながら考えていきたいと思います。今回自作グリップに使用するのがこういったホテイ竹とこういった普通の竹です。まずはこちらの方から加工していきます。こちらの竹は地主さんの許可を得ていただいた竹で、いただいてから枝を落として3ヶ月乾燥させた竹になります。まずはこういった節をルーターの先にダイヤモンドミニカッターをつけて取ります。こういう感じで使いたいところの節が落ちました。次に火入れをします。火入れをするのにこういったカセット式のガスコンロを使います。換気のいいところで作業を行います。こういった網を引いてから火入れするといいですよっていうアドバイスをいただきましたが、今回は火の強さを見ていただくために網なしで火入れしたいと思います。弱火で火入れします。竹からこういった油が出てくるので、いらないウエスなどできれいに拭いていきます。次に竹専用のノコでカットします。カットできたらこういったヤスリなんかで角を落としておきます。次にマスキングテープをぐるっと一周巻いておきます。切り口が D なのでアルミ丸パイプ10ミリが入るように、ドライバードリルの先に鉄鋼用ドリルの10ミリの刃をつけて開けます。こういう感じで丸く開きました。アルミ丸パイプ10ミリを入れてみます。こういう感じで入るようになったので、ここをもう少しきれいにカットします。カットできたのでマスキングテープを取ります。そしてここを削っていきます。こういう感じで削れました。今回は富士ガイドさんのプレシートを使いたいと思います。 FS6B です。寸法はだいたい 140mm ぐらいです。これをこういう感じでセットしてみようかと思うので、ここでまたカットします。こういう感じで同じ長さぐらいでカットできました。次にデザインナイフで一皮めくっていきます。次に80番ぐらいでこすっていきます。こういう感じでさらっと削れました。アルミ丸パイプ10ミリを中に入れておきたいと思います。少し考えながらなので
とりあえずこのままで作業します。次にプレートシートを当ててマスキングします。こういう感じです。こことこことここの3箇所を補修糸の太で巻いていきたいと思います。同じようにこことここ巻いておきます。スレッドも巻きました。ジャストエースさんのスレッド用エポキシコーティング剤でコーティングします。スイッチオン。エポキシも乾きました。マスキングテープを外します。はじめに塗っとけばよかったんですけど、漆を塗ります。今回使う漆は釣り具屋さんで売っている特製漆すきを使いたいと思います。特製漆専用薄め液を本品に対し 15-25% を目安に薄めてご使用くださいって書いてあるので薄めて使いたいと思います。乾かします。漆も乾きました。よくわからないので作りながら考えてみたいと思います。まずはここをカットしてみます。ルーターの先にダイヤモンドミニカッターをつけてカットします。こういう感じでルーターでカットできました。めっちゃ硬かったです。のみの刃を入れてみたいと思います。こんな感じで取れました。すごい。この辺でカットしてみます。半丸型ヤスリでこすっておきます。ドリルドライバーの先に鉄鋼用ドリルの10ミリや木工用ドリルの 10.5 ミリをつけて穴のところを加工していきます。こういう感じで中身が粗削りできました。穴も貫通しています。調子に乗って突き破ってしまっているので最後に修正したいと思います。この辺でカットしておきたいと思います。こういった卓上糸の小判を使ってカットします。カットできたので角を落としておきます。こちらがここに入るようにもう少しルーターなんかで削っていきます。ルーターの先にハンドドラムをつけて削っていきます。
とりあえず入るようになりました。そしてここもよいしょ、スムーズに動くようになりました。先ほどカットしたやつをここに入れてみたいので、この辺でカットします。また穴を開けていきます。穴も開きました。そして入るようになりました。この辺でカットします。カットできました。入れてみてだいたいぴったり合うようになりました。黒炭の切れ端でこういったトリガーを作ってみます。こういった両備さんのベルトサンダーを使って削っていきます。ドリルドライバーに10ミリの刃をつけて、この辺にトリガー用の穴を開けてみたいと思います。こういう感じで穴が開きました。こういう感じでトリガーが削れました。そして入れてみます。こういう感じです。それではどうなるかよく分かりませんが、エポキシ系接着剤フィッシングボンド5分型で留めたいと思います。ステレルンズ筆を使います。しばらくグラグラするのでしっかり固定して乾かします。最初に開けてしまった穴に木工パテをぶち込んでおきたいと思います。乾かします。パテも乾いたので120番ぐらいで削っておきます。こういう感じで削れました。新しい竹を用意しました。ここからカットします。ひたすら穴を大きくしていきます。
感じで削れました。エポキシも乾きました。このカバーにしたいものを入れたいので少し削っていきます。こういう感じで入るようになりました。一旦外してここの中を補強と防水のために強力瞬間接着剤のサラサラタイプを塗っておきたいと思います。乾かします。次にここにスレッドを巻きたいので一皮めくります。こういう感じで巻けました。少し乾かします。ここを少しカットします。こういう感じで蓋にしてみました。グリップエンドにタングステンの 21g のウェイトを1個入れて蓋をします。乾かします。竹の先を削ってこういったスペーサーを作りました。グリップの先が少し空間があるのでスペーサーを入れます。乾かします。エポキシも乾いたので入れておきます。取り替えれるように何もつけずに入れてみました。グリップ部分に漆の透明を塗りたいと思います。乾かします。漆も乾きました。入れてみます。そしてここの部分をまた塗ります。乾かします。漆も乾きました。こういう感じです。グリップのここにステンレス用ドリル 2.5 ミリで下穴を開けてから中タップ 3M0.5 ピッチでネジを切りたいと思います。ネジ切り用タップ T 型ハンドルを使います。ホーローセット M3 で留めます。こういう感じです。ここをグリグリっとして、開けて
て閉じます。こういう感じです。それではまた100年前のヘドンのリールナンバー45なんかをつけて楽しんでみたいと思います。ご視聴お気に入り。